るよ。じゃあパパアウトでいいんだね。はい、どういうことだよ。パパを鳴らした？どっち？今来たらこれ買ってあげるかもよ。パパが母さん！起きてたの。母ちゃん！寝てんじゃん。みなさま、みなさま、こんにちは。今日もこの時間がやってきました。イエーイ、日曜日。週末といえばじゃないっすか。ダメだよ。ダメだよ、カー、クイーンになれないよ。そうだよ、チャンネル登録者数100万人目指してんだからね。インスタグラムにね、こんなリクエストがありました。24時間チャレンジやるんだったら、ちゃんと24時間過ごしてみてくださいと。なるほど。いつもパパが変なことして終わっちゃう。あなたの責任ですよ、24時間過ごせないのは。変えます。今までね、カホ先輩パパにしたんですけど、今回は24時間残れた人に賞金をあげます。おまだダメ、座ってなさい。だってまだ24時間経ってないから。2人とも戻りなさい。戻って。24時間後に残った人にはこちら。これはやる気になりますね。そうでしょ。ただし3人で残ったらこの100ドルを3人で山分けしてください。2人で残ったら2人で山分け、1人で残ったらその人が100ドルをゲットする。そして誰も残らなかった場合はその時点でママに100ドルが入ります。ママに。ママもこの100ドルでマッサージに行きたい。これは今日過ごす場所は風船。こちらです。これ覚えてる人。そう、プールに浮かべる浮き輪ですね。大人6人乗れるんで、これだったら余裕で24時間行けるだろうと判断しました。まさか膨らますってこと？そりゃそうでしょう。だってこの上で過ごせんの？作れたこの状態で。食べ物、飲み物はママが用意させていただきます。なので大丈夫、いける。とりあえずまずこれを膨らますところから。覚えてる？これ公式では2時間かかるって。前回やった時は1時間くらいで膨らんだんだよね。しかも今回は膨らま式を7個ぐらい、そう、12箇所膨らます場所があるんで、同時進行でいけるように大量に用意させていただきました。よっしゃ、みんなで協力して膨らまっちゃって。これね、めちゃくちゃ重いんだよね。おやーチェー、キム、完璧です。よし、じゃあやってって。はい、入れとこう。入りましたよ。行くよ、せーの。こんな感じでどんどん膨らませて。パパのやつは行きますよ。本当に入んのかもね。これがフラミンゴの手でしょ。心配になっちゃう。はい、ちょっとせーので動かすよ。せー、それ手離していいよ。せーので。あ、じゃあ。せーの。めっちゃバリバリ言ってるけど。立つよ、立つよ。あ、
5 minutes later. あれ、カホシェがいないよ。どこ行ったの、二人。どこ行ったの。パパが一人だ。これもめっちゃメリメリ囲んでんだけど。カホシェ何してんの。あー、撮ってる。あー、いるもの集めてんの。いっぱい持ってくるね。あー、みんなもう準備万端じゃん。カホシェ、これでもういるもの全部、うん、準備万端なの、うん、じゃあパパも、じゃあ準備する時間何分だ。やるやる。パパ、え、何持ってんの。あ、携帯だけ。パパ、やれんの。ちょっと頑張って、パパ出るよ。じゃあ、パパアウトでいいんだね。パパアウトでいいんだね。そうだね。え、なにこれ、もうスタートしてんの。うん。おい、どういうことだよ。頑張ってパパ。おお、もうくつろいでる。意外に快適か。せい、なんちゅうところに入ってるの。うんうんうん。ママ飲み物用意してます。こちらのミステリーボックスをお届けします。ミステリー、一人につき飲める飲み物を限定させていただきます。パパ何やってる。開けてみてください。水、コーラ、ヨーグルトの3種類を用意させてもらいました。水は誰がどれを飲むかは、何すか、玉入れ対決を勝った人から順番に決めてもらいます。1人5個ずつ玉を持っていると思います。この網に玉を多く入れた人から好きな飲み物を取っていくって感じですね。で、かほちゃんがで、場所をちょっと決めましょう。下方性はここの石の手前まで。パパはもうちょい後ろじゃない。 OK、 じゃあパパそこから、よーい、ドン。これ好きな時にやっちゃっていいよ。あ、入ってきたのは、じゃあ OK にしてあげようか。行きたくなるって気をつけてください。パパ飲むヨーグルト。パパ牛乳とかってダメなんだよね。俺お腹痛くなっちゃうんだよね。こういうの。乾杯。飲んでる飲んでる飲んでる。あの冷蔵庫に入れてほしい人は言ってください。お願いします。はい。全然飲んでないじゃん。もうトイレ行きたくなったら辛いだろうね。カホちゃん心地よさそうだった。そろそろお昼なんですが、ママ作戦を考えてます。なぜなら本当に24時間撮影したら撮
影も大変だし、編集も大変だし、どうにかしてみんなを追い出したい。そして100ドルでマッサージに行く。今日のお昼はこちらお寿司なんですが、ロシアンルーレット寿司にしたいと思います。この中に何個かわさびをたっぷり入れたお寿司を用意したいと思いますよ。生わさび、こんな感じでわさび寿司を食べた人が飲みたくなるようにしたいと思います。皆さん、そろそろお腹すきませんか？ちょっとお腹すきましたね。ちゃんとご飯用意してます。こちらのミステリーボックス見てて。なんで？美味しい！お寿司を用意させていただきました。こちら、ただのお寿司ではありません。みんな大好きロシアンルーレット寿司になっております。え？ハズレには何が？大量のわさびですね。出たなんか分かっちゃう。見ないであんまりじっくり。そうだ、分かっちゃう。怖い、まあ確かにこいつは怪しいな。1貫目、私はじゃあうなぎを。これ好きなネタでいい。もう好きな何でもいいですよ。じゃあ私このハマチをいただきます。はい、せーの。どう、わさび入ってる人？おいしい。うん、おいしい。そしたら2つ目、さあマグロいきます。マグロ、はい、私も1個食べたいです。うなぎいいよ。せいはせいはこれ、せいはサーモンが大好きなんだよね。そうなんですよ。このおいしいサーモン取りたいよ。せい取ったい。じゃあ2回目いきますよ。はい、せーの。のちょっとね、本気っぽかったんで、どれがわさび入ってるか告白します。これと、やっぱりそれや。これね、もうやばかったもん。ほらちょっと入れすぎたか。じゃあ、あとはご自由にいただいてください。めっちゃ軽くなってる。お昼ご飯終わりました。はい、じゃあそれ下げます。 5 minutes later。 あ、そうだ、カオとセイが何を持ってきたかさっき聞き忘れたんだよね。めっちゃすごい。見た、わかった。なぜかしんだけど、パパとママの部屋の布団持ってきてる。これはパパの部屋。寝る日がまた増えてんだ。ママたちの枕も持ってきて、ママの匂いがするからね、いいんだよ。パパの匂いじゃないの、パパ。いや、ママの匂いする。ママにゃ、パパの。リコーダー。余裕だねこれ。みんなパパ寝てるから押したらいいんじゃん。クッションで地震を起こすみたい。オッケー。これ落ちてんじゃない？落ちてないよ。これ大丈夫か？バカオパンの携帯。パパの携帯？そこいった。絶対押さえてるけど。何が起こるのこれ？
もっと押さえて。リコーダー出てきた。枠だけにしたらいいんじゃない。あリコーダーが枠にいった。みんなすげえ体力使ってる。何してんの？ちょっと休憩してるだけ。ん？なんか臭くない？今日鳴らした？先生いつも鳴らしてる。してないよ。パパじゃないよね。私じゃない。臭い。先生じゃない。パパしかいないです。パパを鳴らした？鳴らした？どっち？さっきからずっと横になってるけど。怪しい。お鳴らしたでしょ。鳴らしたでしょ。もう喋りかけないで。鳴らしたでしょ。くっさい。集中してる。くっさ。くっさ。パパのお鳴らした。大丈夫？やめて。ね、お腹痛いの？ちょびっとお腹痛いの？見て、顔のせいパパの顔。さすがにね、トイレは提供してあげないとまずいかなと思ってちゃんと用意してます。ここからトイレまで浮き輪だったりバランスボールだったりでこう繋いで、その上から落ちなければいいっていう風にしてあげようと思ってます。トイレ行きたい人？私はもう大丈夫。前田大丈夫。じゃあちょっとトイレに行けるようにはしごを提供しますよ。フラミンゴの横にミニコ。ファイヤー。ファイヤー。これでトイレまでいいですよ。トイレ誰の家に行かなくていいですか。これにさえ降りなければ出て止まらないですよ。シックに怖い。このバランスボール結構難しいから気をつけて。よいしょ。怖。よし、痛い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 。よいしょ、よし。パパも来てます。トイレに入った。あれも一人ずつだから、せいそこで待ってたの。パパ、また鳴らした？もうちょっと限界来てるかも。カラス、もうパパもう漏れる。漏れる？これどうやって交差するの？これみんなそこに乗って。通れる？交差できんの？ちょっともうちょっと出かけてる。やめてよ、出かけてるって。ちょっと何やっちゃう。残りはあなた方2人です。どうしよう。
トラップしれと思ってきた。くださいね。大丈夫か。そうか、そこに行けるということはその棚を開けれるということか。なんかおもちゃ持ってきた女性が。パパはどうなった？まだ出てこない。失格者が帰ってきましたよ。いやーやばかったわ。パパ100ドルのスです。いやもう漏らすよりいいでしょ、このカメラの前で。平和にトランプ大会。これ本当に24時間やっちゃうんだよ。パパちょっと2人を出すようにして。やばこれはやばい。何パパとついて。せいが楽しみにしてたアベンジャーズ、外に来てみたらいいんじゃないかな、一緒に。どうなるんだろうな。やばい、これはすごい。聞こえないようにしてる。もう DVD 映ってるけどいいのかな。もう見ちゃおうかな。せい怒ってる。もうママ一人で見ちゃおうかな。パパ、もういいよーって。そうかな。パパ聞かないみたいよ。じゃあパパはちょっとおやつ食べようかな。最後の冷蔵庫に残ってた。最後1個。カホの大好きなロールケーキ。カホ返して。フォートナイト。これをやったら手が上がる。なんかすごい音楽がかかってきたと。おいぜ、フォートナイト授与するよ。やるぜ。一緒に出てきたぞ。大丈夫、タブレットでロフロックス遊べるからさ。いや、フォートナイトも面白いぜ。キュネキマーコキもくれ。期間限定オファー、今来たらこれ買ってあげるかもよ。来たら楽になるんじゃないの。もし一つなかったらこれ投げる。本当に頭に投げるから。そろそろお腹すいたよね。もう結構いい時間だ。そうだね。今日はウーバーイーツ頼もうと思うんですが、何食べたいですか？マック。マック。マック？嫌だ。じゃあこうしようか。出てきたら頼んであげるよ。イタリアン。中華ある？中華もあるよ。出てきたら中華でもいいよ。ピザ。パパ頼んだよ。夜ご飯スキップするの？大丈夫？それで動画終わった時に動画終わった明日だよ。あと10秒で出てくれば好きなもん頼んでやるぜ。はい、10 0。じゃあ本日はパパの好きなものを頼ませていただきます。はい、自分のお金でなんか買ってもらおうと思った。ちょっと待って、よっしゃー。せいのお財布を持ってきましたね。パパ、せいとかほが自分のお金払うから好きなもの頼ませてくれたって。
そこまでして、うん、せいちゃんは中華焼きそばを頼んで、焼きそばいくら？16ドル。じゃあ16ドルください。かほちゃんはマクドナルドを頼むそうです。18ドル。はい、前のあり。かほちゃんはお財布がないからせいちゃんからお金を借りるそうです。18ドル。これで夜ご飯もクリアですね。やったー。 20 minutes later。 美味しかった？お腹いっぱい？パパ、え、どうするの？これちょっと、もうそろそろ終わらせようよ。ちょっと暴れてお風呂入った方がいいんじゃないか。ちょっと来て。汗臭いよ、カゴ。お風呂入りなよ。100ドルゲットするの。お風呂入んないと汗かくて病気。自分で言うから。言ってくれ。あれちょっと汗の匂いすんじゃん。いや、少ないよ。入る気ゼロです。すいません、歯磨いてもらうわ。歯磨きはちょっと虫歯になったら困るんで。歯磨かせ。ただ、うがいはできんのかな。確かに。あれ？できるよ。どこにペースの？あれ、どこか。どこか。大丈夫。磨いてあげようか。大丈夫。磨いてあげるよ。うがいすんの？水じゃ入れる？入れない。そのままコップ？フィジーのお水でうがいすんの。贅沢だな。どうするのそれで。そこに出すの？え？え？嘘でしょ？水吸いながら飲んでいい？いやいやいや、それはダメですよ。あった！パジャマにも着替えないの？持ってきてくれない？持ってきたらしいの？持ってこようか？パパ次第だ、パパ次第。ここは、うん、これで。それパパ。何でしょう？して寝袋状態じゃん。なるほど。わかほ、もう寝床ができた。なんかいけちゃいそう。あ、パパがパジャマ持ってきたよ、もらって。パンツもあります。お着替えは着替えね。着てね。おい、二人とも着替えた。じゃあ9時まで自由時間でいいのかな。うん。9時になったよ、カオセ。オッケー。もうすごい素直。ママたち上行っちゃうよ。いいの？手がちょっと不安そうな顔してる。今日もし出てきたらパパとママのベッドで一緒に寝て OK です。はい。すっげー迷ってて狭い。大丈夫だよ。来る人おやすみ、二人とも。また明日。The next morning。 おはようございます。おはようございます。カホセ、本当にフラミンゴにいるか確認しに行きましょう。はい。ちょっとおはよう。おはよう。今日起きてたの？おはようございます。おはようございます。夜中に勝手に出なかった？この子がやりましたよ。
ということで24時間浮き輪生活